どうやら一歩遅かったみたいですね。星の少尉からの情報では、メルクリウスは私たちが到着する少し前にこの基地から離脱したみたい。すでに目標がなくとも目の前の惨状を放っておくわけにはいかない。事態の収拾に当たってほしい。了解だ、艦長。こちら生徒会会長ミンタカ、作戦に参加させてもらうわ。協力に感謝する。早速だが我々の指揮下に入ってもらう。悪いな艦長さん、そいつはお断りだ。こいつは軍の暗部に触れる仕事だ。ならアウトローにはアウトローとしての使い方があると思うぜ。確かに君の言う通りだ。組んでしまえば汚れ仕事もしにくいか。そういうこと。話が早くて助かります、おじさま。そういうわけなので、みんな事態の収拾に当たってください。ミッションスタートです。誰にも私の邪魔はさせない。生徒会活動を始めるね。私たちの旅は誰にも邪魔させません。私に続け。行くよ。じゃあ生徒会活動を始めますか。私は私、誰の代わりでもないわ。さて、お仕事お仕事っと。邪魔してあげる。強くなった気がするわ。おいおいおい、死ぬぞ俺ら。なんつう AI を搭載してるんだよこいつら。軍の無人機とは何度か交戦経験があるけど、この無人機を動かしている AI は完全に別物だ。油断すればステラギアとてやられかねない代物と断言していい。同感だ。それに AI 制御のはずが個体ごとに癖がありやがる。まるで機体ごとに個別の AI が搭載されてるようだ。じゃあ有人制御なんじゃないの。いや、それはないだろう。
報告ではメルクリウスが奪った無人のクエーサーだ。パイロットが搭乗しているという報告はない。タキ、聞いての通りだ。自分だけで対処しようとせず、必ず複数機で対処に当たれ。戦闘レベル、ターゲット確認。援護するわ。さあ、会長のために頑張ろうっと。パワーアップ。道を切り開きます。私に続け。私に任せろ。気が増したようだ。この宇宙は私が守るんだから。頑丈だな。俺は会長と頂を目指す。邪魔しないでくれよ。完璧な仕事をしてあげる。逃げられるかしら。お姉ちゃんが憎悪によって暴走してるのなら、妹である私が止めてみせる。めんどくそう。熱源および超重力反応が接近中。軍の増援と思われます。見つけた。あの機体卑弥呼のだ。行くよエイト。あの機体特務のクエーサーか。まさかナイルちゃん。こちら地球政府軍第404特務部隊所属のナイル。無人機を迎撃のため協力を要請したい。アステリズム艦長ギリアンだ。機関の申し出に感謝する。戦闘レベル、ターゲット確認。
始めるね。私たちの旅は誰にも邪魔させません。私に続け。俺は会長と頂きを目指す。邪魔しないでくれよ。回復だ。行動に入るわ。不愛想じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。目標を確認。に頑張ろうっと。これでどうかな。行動開始。
らかした。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。当たる。この感じ、無人機なのにどす黒い感情のようなものを感じます。行動を開始する。私に続け。完璧な仕事をしてあげる。任せて。めんどくさ。AI なんて余裕っすね。誰にも私の邪魔はさせない。AI ごときに私は止められないわ。生徒会活動を始めるね。パワーアップ。
どけ。私たちの旅は誰にも邪魔させません。太陽に挑むか。早い。だが捕らえられない速さでは。ファーストスタートして。EMC 最大。不安定じゃないんだからさっさと片付けるわよ。舐めないでちょうだい。戦闘レベル、ターゲット確認。
せて。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。私に続け。援護する。レベルアップだ。行くよ。宇宙に輝く星々よ、私に力を貸して。戦闘レベル、ターゲット確認。そこね。生徒会活動を始めるね。
見つけた。修復するよ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。するよ。私に続け。この距離なら外さん。なぜメルクリウスはわざわざこの基地を襲ったんだ。もしかしたらここには何かあるのかもしれない。メルクリウスがお姉ちゃんの憎悪によって動いているのなら、ここにはその憎悪を向けられる何かがあるんじゃないかしら。なら調べてみるかい。ちょうどこの基地は今火事場泥棒にはおあつらい向きの状況だ。そうね、こっちはこっちで好きにやらせてもらうわ。檻を見て合流しましょう。それじゃあ行ってくるわ。準備はいい？テラ。はい、大丈夫です。ユダカも準備はできていますね。問題ありません。お原基地ね。昔からきな臭い噂が多い基地だけど、鬼が出るか蛇が出るか。慣れた気がします。お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな。レベルアップなんちゃって。成長を感じます。どうした、キミコ。大丈夫、何でもない。ナイルちゃんが少しだけ錯乱してるだけだから。いや、搭乗中のパイロットが錯乱って全然大丈夫じゃないんだけど。とにかく
心配しないで。ナイルちゃんは私がどうにかするから。わかった。エイト、手伝って。ごめん、ナイル。さっきの戦闘のダメージで機体の調子が悪くってさ。だから治るまでの間一人で相手してもらえないかな。ナイルの幼馴染だかなんだか知らないけど、私たちの居場所にあの子はいらない。それにあいつが来たら私の居場所が、ナイルの隣が取られちゃう。索敵開始。ファーストスタートして。私は天体卑弥呼を宿した時に決めたの。リレイヤーから私たちの暮らすこの星、ナイルちゃんとの日常を守るって。なのになんでナイルちゃんが戦場にいるの？ナイルちゃんのために頑張ってるのに。私は卑弥呼を失いたくない。卑弥呼に危険な目に遭ってほしくない。だから私は軍のスカウトを受けた。卑弥呼こそどうして私の気持ちに気づいてくれないの？この行動を開始する。もらった。当たりません。この宇宙は私が守るんだから。当たって。行動を開始する。この間合いならこの武器で。当たりません。行くよ。レベルアップだ。